大工。大工とは、主として、木造建造物の建築、修理を行う職人のこと。古くは、建築技術者の職会を示し、木工に限らず、各職人を統率する長、または、工事全体の長となる人物を指していた、万丈とも、現在の建築業界においては、様々な新しい技術や広報、新建材の知識は元より、 建築工程をまとめる過程において、建築業務に携わるた職人や業者の関連業務知識が必要される場合があり、現在でも木造建築の建築業務などにおいては、実質的現代投領であるとされる場合が多い。かつては一般の木造建築の職人を民ニと呼んでいたが、江戸時代頃から一般の職人も大工と呼び、統率者に対しては、 当領と呼ぶようになった。江戸の発音では、デークである。アスカ時代に今も使われている、差し金を考案したとも言われる、聖徳大使が組織し、都づくりのため天皇のそばで、建築の木に関わる職を、ミニ土に関わる職を、左官と呼んでいたという説もある。現在の建設業で、左官以外の職種が設計も含め、大工より派生したものが非常に多い。 最近よく使われる、衣装というのは、匠、大工が、意図する、考えたという意味で、デザイン性を表す昔ながらの言葉である。宮大工は、神社、仏閣の建造などを行う大工。道具大工とも、宮板章とも言われる。釘を使わずに継ぎ木を行う、引き手継ぎ手など、伝統的な技法を伝える。自社を、お宮さんと言っていたので宮大工という。 自社大工、宮大工と同じは、主に木造軸組工法、ただしこの枠組みから外れる構造物もあるで自社を作る大工。江戸時代に町奉行、自社奉行という行政上の自治の管轄が違ったため、町大工と区別れる。今でも宮大工と言わず、自社大工という地域もある。ただし郊外など二つの管轄から外れる地域では、明確な区別がないとも言える。このことから現代でも、 自社大工と町大工を兼ねる工務店も多い。また郊外という空間上の制限がない場所柄と農家の顧客が主なこともあり、町場と違い、大断面の木材と基本となる摩酌、モジュール比較的大きく、仕口や材料もおごったものも多く自社建築に近かったことも要因である。都市部近郊では未だに築300年ほどの農家も多く存在する。 一般的な木造住宅における木材、建材の加工、取り付け作業を行う大工。近代においては単なる、板昇とはこのことを指す。宮大工ではないが、木造住宅の住み付け、刻み、建て方及び屋根じまい、外部造作、内部造作全般を取り仕切るバランスの取れた一人親方と、職人を指す。受け置い大工とも呼ばれ、格下受け業者の束ねも行う。 一般的に、大工さんと親しみを込めて呼ばれるのは、この家屋大工、木造大工、住宅大工、内大工とも呼ばれるである。等の造作を、家屋大工、造作大工が行い、コンピュータを使った自動機械による、プレカット木材の建前を建て方大工、飛びであることが多いが行う、住宅建築が増えている。外装板、石膏ボード、断熱材のみならず、 現状造作、風呂あわりなども専門職が行うようにもなってきている。また、住宅の建築を依頼する先も高度、経済成長期より、家屋大工から工務店、建設会社へ移ってきているため、現在は職人を指すことが多い。主に木造軸組工法で家屋を作る大工、長場大工とも言われる。古くから、日本各地では、相互扶助の単位として待ち、 町場という共同体があり、江戸時代までは都市部の公的な自治単位として多くの限りを有していた。都市部の庶民の祭りごと、自治、祭礼は伝統的にこの単位で行われ、その観光が今でも残っているところも少なくない。こうした自治の場で、町大工は観光総裁の御助活動などや、消化活動、町引けし、祭礼、出し、みこしの作成、 橋、井戸の屋根、鶴瓶や浄水道の増す、木管や下水の土ぶ板といった町内インフラストラチャーの作成、保守などを町飛び、飛び職と協力して担ってきた。現代で言えば、インフラストラクチャーを大工が作り、イベントを飛び職が行ったと言える。不審においてその町に住む者はその土地の大工を使うのが不分立でありそれを疑えるときは、それなりの理由と挨拶が欠かせなかった。 またこのようなことは大工に限ったことではなく町の中でお金が循環するという総合扶助でもある。しかし町の中でも商店や職人を積極的に悲劇にするが、不分離図の高速は弱く、町飛び、町大工、町引け師などの町を関する職方には我々の町のという誇りを込めたニュアンスがある。自社大工とよく比較されるが、確かに工具の豊富さや砥石一つとっても、 自社大工のように、数百万円もするようなものを持つものも少ないが、都市部の限られた空間と時間と予算の制約の中で、技術を奪いてきたのも間違いなく、都市部、築地などでは、築100年以上の3階建て住宅も現存する。主に木造枠組み壁工法で家屋を作る大工。近年アメリカで開発され、ヨーロッパなどの木造家屋も小屋組が、 トラス構造であるが、基本的には、軸組工法である。技術導入された工法である。企業の枠組みの中に組み込まれており、地域密着型でないため、町大工とは言えない。スキヤ大工は、茶室を作る大工。主に木造軸組工法で、茶室風を取り入れて、家屋を作る、スキヤ作り、書院作りという、詫び。 サビや花鳥風月といったきやおもむを表現し、実用一辺倒ではない細工や材料を用いる。茶室に限らず趣味人の大棚や商人などが、蔵や離れ、母屋や料亭、旅館までも用いた。緻密な細工のが多用されるので、縦具大工の素養が必要である。また抱える食方も特殊で、特に左官屋などは小手によるレリーフ、固定を作ることができる。また、 今では日本に少水しかいないが、茶室には欠かせない色を専門とする、炉男子という職人もいる。長大工には、社会的な役割が強く、顧客も庶民であったため実用的な建築が求められ、寺社大工には、神社、仏閣の様式美が求められていた。それに対しスキア大工は、予算的にも自由が利き、今で言えば、芸術家派だと言える。船大工は、木造船。 和船、他か船、屋形船の建造などを行う大工。船番章とも言われる。日本でも昭和40年頃までは、各地の商業港の近郊河川で、ダルマ船、運搬船を改装し、水上生活をする者が多数、見られ、木造船は、身近な存在であったが、現在、純木造船は少なく、技術を伝える者も、ほとんどいない。漁師町では、大工と、 船大工を兼業する者も,も多く、社会的な役割も町大工に近かった。また非常に稀であるが、日本各地の漁師町では、社楽なのか、軸組みの技術がないものが作ったのか、材料の入手の問題であったのか、いずれかはわからないが、船大工の広報を使った家屋が見受けられ、現代の建築基準法や広報に当てはまらない、シェル構造に近い家があり、極端に言えば、 船底のない船が立っていると言える。長崎県の精霊流しで使われる精霊船を作る技巧も船大工と呼ばれる。縦具大工は、障子、襖などの製作を主とする大工。表具や縦具屋と呼称することが多い。欄間を作る大工は、彫り物大工とも呼ばれ、専業になっているが、需要がなくなっているため技術継承者がいない。昔の家屋大工より派生した。 専門職種である。襖や障子、畳などは、現在と違い、動産であったので借屋住まいの棚子は、引っ越しのたび、これらを持ち回った。このようなことから、顧客層に、違いが生じ、家屋大工と建具大工の分業を進めた要因と、言われる。またこれらのことから、都市部では、家屋のモジュールが、平面だけではなく高さも、大まかに統一されていたわリサイクルという観点からも、 驚愕すべき事実である。どの家に持って行っても、だいたいはめ込めた。家具大工は、家具を作る大工。差し物師とも、タンス職人、家具職人と呼称されることが多い主に、つづら、竹製ではない、茶舞台、茶ダンス、タンス、階段ダンス、薬ダンスなどを作っていた。家具大工は、昔から、四方転びと呼ばれる、踏み台の出来で腕前を評価された。 昔は、家屋大工と明確な区別がなかったが、このように小さな家具も日常的に作っていたので現在では分業している。明治維新以降、神戸と横浜では、西意用家具が作られるようになった。横浜では家後、バグ職人が転職したのに対し、神戸では、中国、四国地方を中心とした船大工技術を伝承する、諸悪大工という自社大工州の一部が転職したと、 言われているこのようなことからは、ダンス職人と、西洋家具職人と、区分けされるゆえんである。型枠大工はコンクリート打ち込み用の型枠を作り込む大工。180-90センチメートル厚さ12ミリメートルの、合板コンパネとも言うと30-45センチメートルの、角材を釘で接合し、内外両面を一定間隔の打ち方を内保じかなもの、 セパレーターで確保し型枠を作る。コンクリート重量で変形破壊しないように単管、交換と鎖、り、指示交換で外側から圧縮力もしくは下方から指示力をかけるという作業をする。一般には細かい造作よりもいかに早く仕事を行うかが勝負10平方メートル程度日とされるが、打ち話など表面仕上げの精度が要求される場合、 塗装合板、片面が平滑などを使うが、片枠大工の技量と、左官、土工、監督の技術連携が製品を左右する。戦後、朝鮮半島より技術が伝わり、当初は、家屋大工を組織して鉄筋まで行っていたが、RC 作り、鉄筋コンクリート作りの構造体系枠パネル専門の大工となった。昭和30年代までは、ラス板と呼ばれる木材を寄せ合わせて、 コンクリート用の枠をかたどっていたが、現在は、東南アジアで生産されている、通称コンパネと呼ばれるラワン材を、主とする積層パネルと補助産と呼ぶ木材で、型枠パネルを組み立てている。東南アジアでの森林伐採問題は、このコンパネに必要な南洋材を世界各国に、生産、輸出するためであるのが主な原因である。超大工、超馬大工に対して、 のち場大工とも言われる。のち場とも言う、造成地や、埋め立て地など町の形成される前の場所や、町や自社という自治単位から外れる、または超える規模の仕事の場所を指す。造作大工は、主に RC 作り等の住宅やマンションの内部の造作、プレカット木造住宅の内部の造作を行う大工。造作とは、主要構造部、寮、柱、土台、小屋組。 階段以外の壁、床、天井、窓枠、幅木等を指す。50年代頃より壁、天井の造作が軽量鉄骨工事に切り替わり、大工仕事は木材を使う部分に限られてきた。店舗を作る、大工、内装大工とも言うも、造作大工であるが、専門知識が別に必要となる。家屋大工との違いは、墨み付け、刻み、 建て方の技術を習得している大工であるか、そうでないかで判断すべきであろう。長大工、長馬大工に対して、野長馬大工とも言われる。当領は、大工の職長、親方、木造建築物の栽培を行う責任者。日本建築の屋根の重要部材、胸と梁が、主は親方が住み付けし、胸上げ式の長でもあることからそう呼ばれる。当寮は、 集団等卒者を指す言葉でも用いられ、例えば武家の統領イコール正医大将軍である。建築基準法ができる前までは建築設計士であり、現場監督であり、積算者であり、障害者であり、職人であり、経営者であり、それらをすべて兼ね備えたものを指す。ノコギリ、カンナといった様々な工具や釘などを使う。これらを国内で唯一、専門で展示する施設。 竹中大工道具館が、兵庫県神戸市にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。